はい、皆さんこんにちは。2023年のレックパーフェクト講座所得税の、担当いたします専任講師の北井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、パーフェクト講座のスタッフをですねちょっと紹介させていただきます。このパンフレットのですね、税理試験のパンフレットの15ページのところです。まず私の方で、パーフェクト講座の52回、それから直前の講義ですね、これを担当させていただきます。それから井出講師の方で、統連とか予想問題、全国、実力テストもそうですね、試験関係を、井出講師が、担当いたします。そして教材の作成を成瀬講師が担当するということで、実務家3人でですね、チームを組みまして、このパーフェクト講座を進行していくということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは早速ですけれども、今日、ガイダンス2023年のレックパーフェクト講座の所得税法の、ガイダンス、これを行いたいと思います。どうぞ気楽にですねお付き合いいただけたらと思います。だいたい所要時間、そうですね、50分ぐらい、1時間弱ですねを予定しております。で、今日お話しするのは、まず括弧1の税理士の魅力ですね、それから、2番目として、どのタイプの税理士を目指すのか、皆さん方がですねどのタイプの税理士を目指すのか、それによって受験科目が変わってくるということであります。ではどうすれば税理士になれるかを3番目、そして4番目に税理試験とはどのような試験かですね、それからパーフェクト講座の内容についてお話しします。それから学習の方法を最後にですねお話ししたいと、こういうふうに思います。はい、まず最初にですね、この税理試験の魅力、これについてちょっとお話ししたいと思います。はい、ですね、このちょっと図を作ったんですけれども、図に参考ということで、国税庁のこの資料、令和3年の3月末の数字でありますけれども、税理士の登録者数が7万9000人いらっしゃいます。そして、開業税理士ですね、個人で、自分で事務所を開いているという方が、5万6000人いらっしゃいます。そして、社員税理士、税理士法人の社員税理士が1万1000人、それから、その税理士法人あるいは、個人の事務所の所属税理士ですね、この方々が約1万2000人いらっしゃいます。そして、税理士法人の数はといいますと約4000社、こういうような状況ですね。かなりですね、この業界、人手不足であります。で、しかもですね、このレジュメにも書いておきましたけれども、資格を持っての仕事であります。ですので、ものすごいやりがいのある仕事ではないかと思います。テキストの28ページをお開きください。このパンフレットをお持ちだと思いますけど、このパンフレットの28ページですね、ここをちょっと参考にしながらお話を進めていきたいと思います。このように税理士の資格、税理士とはということで、この税理士の登場とかこういろいろありまして、ポイントはですね、税理士の独占業務ですね、税理士の独占業務です。ですので資格を持っていない人は、例えば申告書の作成とかですね、それから税務代理、納税者の代わりに、調査の立ち会いとかですね、申告書を税務署に提出するとか、税務代理行為ですね、それと税務相談ですね、税務相談、
これらの業務はですね、税理士の資格を持っていないとできない業務であります。ですので、税理士の資格ライセンスを取ってですねやるということで、非常に魅力のある職業だと、こういうふうに思います。そして、例えば税金相談もですね、一般的な税金相談ですと、コンサルをやっている人とかですね、それから、ファイナンシャルプランナーの人、一般相談はできますけれども、個別の税務相談はできないということになってますので、もしやれば税理士法違反ということになります。ですので、独占業務って書いてありますけれども、非常にやりがいのある仕事であります。無料であってもですね、この税理士業務というのは、できませんので、注意を要するということですね。ですので、早くライセンス、試験を取るということが重要かと思います。そして29ページになりますけど、税理士の活躍の場ということで、先ほど申し上げましたように、この独立開業、個人で事務所を設けている人、独立開業ですね、それからその会計事務所、個人の会計事務所の中に入って、先ほど申し上げました所属税理士として、税理士業務を行うというのと、それから税理士法人ですね、税理士法人の方に入って、例えば社員税理士になるか、あるいは所属税理士になるか、こういうような、一般的にはこういう形態で税理士として活躍するということですね。で、資格を取っていないと、単なるスタッフということになります。厳しいお客様になりますと、あなたは税理士の資格持ってるんですかということで、いやちょっとまだ取っていないんですということになると、税理士の資格を持っている人で担当者を変えてくださいというような厳しいお客様もいらっしゃいます。税理士法人の中に入るとか、会計事務所、個人の会計事務所に入ったらですね、その代表の方あるいは社員税理士の方が資格を持っていれば、補助者としては仕事はできるわけですけれども、やはり税理士の資格を取るというのは非常に重要なことだと思います。はい、そこは税理士法に触れないようにするということですね。はい、そしてこの税理士の魅力についてですけれども、この税理士の魅力はですね、定年制がないですね。会社員とか、それから、公務員とかですね、なると定年制があります。定年60歳、今はですね、65歳に伸びているようなところもありますけれども、やっぱり定年なしで健康であればですね、体の続く限り、税理士業務を行うことができるということで、非常に恵まれた職業であります。そして自由業ですから、自分のペースで仕事ができるわけですね。税理士法人とか入ってですね、組織の中へ入るとなかなかそういうわけにはいかないんですけれども、自分で業務を選んでですね、そして自分のペースで仕事をできる、これはなかなか税理士じゃないとですねできない仕事であります。それから売り手市場ですね、今人手不足ですので、早く税理士の資格を取ってですね、例えば、税理士法人入ってで、修行するとか、いろんなやり方があると思います。で、やっぱりこの資格を取っているか否かで、そこの中での、ポジションも変わってきますし、給与も変わってくるということですね。それから先ほど、登録者が、全国で7万9000人の方が、登録していらっしゃるという話をしましたけれども、この有資格者の方が非常に高齢化しております。ですので、これから試験資格を合格する人、非常に魅力のある仕事で、例えば個人で税理士事務所をやっているんだけれども、後継ぎがいない、ぜひ何々君、君代わりにですね、私の事務所を任せるからというようなケースが結構ありますので、やはり早く資格を取るということが非常に重要になってきます。で、かつ仕事がなくなるってことはないんですね。
コロナのような不況な時であってもですね、やっぱり申告書は作らないといけませんし、提出しなければいけないんですね。赤字申告であっても提出する必要がありますし、それから還付の手続きとかですね、もろもろの仕事があってですね、この仕事がなくなるってことはありません。それから税制改正が頻繁にありますので、やはりですね、この改正、絶えず学習をしてですね、そしてその改正の事項をよく理解して、仕事に生かすということで、非常にやりがいのある仕事であると思います。はい。それでは次はですね、ちょっとさっきも触れましたけれども、どのタイプの税理士を目指すのかというところが非常に重要になってきます。これは今言いました、この29ページのところですね、29ページのところに、それぞれこの税理士業界での活躍のところでいろんなパターンがあるわけですね。自分のペースで独立開業して、で町のお客さんをですね、自分の顧問先としてですね、で申告書を作るとか税務相談をやるという方もいらっしゃいますし、それから会計事務所の中に入ってですね、一緒に、税理士として活躍するとか、あるいはまだ取り立ての方ですと修行という意味もあってですね、そこで勉強しながら資格を取ったんだけれども実務経験を積むという目的もあるかと思います。それから一緒にやりましょうということはパートナーですね。それからもう一つは税理士法人ですね、税理士法人の中に入ってですね、それで、社員税理士としてやるのか、あるいは所属税理士としてやるのかですね、いろんなパターンがあります。で、このどのタイプの税理士を目指すかなんですね。自分がどういう税理士をなりたい、そこによってこの受験資格を取るときのですね、選択科目もこう変わってきますので、自分はこういう税理士を目指すという目的を持ってですね、受験するということは非常に意義があることであります。将来自分は例えば法人のお客さんをですね、メインにしてですね、法人に特化するんだという方もいらっしゃれば、いや私はですね、個人、特に富裕層の方、これらの方のですね、税金相談、財産を守るんだと、節税をするんだというようなこともありましょう。どういうふうな、お客さんを自分の顧客にするのかという、ターゲットですね。それから、いや私は法人も やるし個人も両方やりますよという方もいらっしゃいます。それから場合によっては、税理士法人あるいは、個人であってもそうですけれども、特化してですね、この業界に特化して、例えばお菓子業界は私は専門ですと、ですのでお菓子業界の法人それから個人、全てやりますとかですね、医療に特化しますとか、あるいは芸能人に特化しますとか、スポーツ選手に特化するとか、そういうような、やり方もあります。あるいは相続専門というところもあります。ですのでものすごく職域が広いですね。広いですけれども、自分はどの分野に、を目指すかによって税理士の資格受験科目もですね、変わってくるんじゃないかと思います。はい、そんなことをですね、念頭に置きながら、受講していただいて受験するということで、お願いしたいと思います。はい、次はですね、どうすれば税理士になれるか、今ですね、この、括弧2のどのタイプの税理士を目指すかというところを今やりましたので、法人か、個人か法人かですね、それから、専門家業種等に特化する、それから、自分のペースで独立してやるか、あるいは、友達とですねチームを組んでやるとかですね、あるいは、事務所に入ってで所属税理士になるとか、あるいは、法人税理士法人入って社員税理士あるいは所属税理士としてやるかところを今見たわけですけど、今度はですね3番目、どうすれば税理士になれるかですね、これについて見ていきたいと思います。テキストはですね、このパンフレットはですね、
41ページですね、41ページのところをちょっと開けていただきたいと思います。41ページを見るとですね、41ページといいますか、40ページですね、40ページ、これをちょっと見ていただきたいんですけれども、税理士になるためにはということで、で、いろいろ免除制度とかそういうのもありますし、それからこのパーフェクト講座を利用していただいて、5科目取るということですね。で、5科目取る、今、お話ししたいところは、メインはこのパーフェクト講座でありますので、5科目を取っていただくということを、お勧めするわけですけれども、それ以外の方法としてはですね、例えば、大学院というのが一つ手があるわけでして、修士論文を書いてですね、税法科目1科目合格している人は残りの2科目が免除という方法もありますね。それから、簿記と財表を1科目しか持ってないという人は、会計科目の論文を書いてですね、学位を取るという方法もあります。それから、公認会計士の試験を取ってですね、それで、この税法に関する研修が必要ですけれども、税理士の資格が取れるということですね。いろんなこう税理士の一般試験もありますし、それから、その大学院という手もありますね。で、メリットデメリット、大学院のメリットデメリットをちょっと話しますと、5科目を受験するよりもですね、このライフプランを立てやすいということですね。今非常にですね、税理試験、難しいですね。難しくて、超難関試験になってます。ですので、税理試験難しいのは年1回しかないんですね。ですので、例えば法人税を10年も受けて受からないという人もいるわけですね。そういう方が結構この学位論文を書いて免除を使う、そういう方も現在は増えてきております。デメリットとしては、コストがかかるということですね。ちょっと授業料が高いということですね。で、こういったメリット、デメリットはあるので、それぞれの人の事情に応じてですね、選択するということですね。最近は税理士法人なんかでも融資制度を作っているところがありまして、何年以上勤務すると融資したものを免除するとか、そういうところも出てきておりますので、いろいろな方法をですね、駆使してですね、そして早く税理士を資格を取るということが重要かと思います。はい、それではですね、次は、こういったその税理士になるためにはいろんなパターンがありますよということですね。それから、31ページをちょっとお開きください。31ページをお開きいただきますと、このパーフェクト講座で、お勧めしている、ところでありますけれども、税理士になるためにはですね、ちょっと下のところになりますけれども、この5科目ですね、5科目合格して初めて税理士課に登録ができるということですね。それからちょっとこの赤文字のところがですね、今年といいますか、令和5年度ですから、ちょうど、パーフェクト講座の2023年、来年、今、22年の夏に収録しておりますけれども、73回、このパーフェクト講座、2023年のパーフェクト講座は、令和5年の第73回の税理試験を目指すということでやっております。ちょうどその令和5年度のこの試験がですね、受験資格が緩和されております。例えば、この会計学に関する科目ですと、簿記財表においてはですね、
受験資格は不要となりました。昔は日照簿記検定1級合格者とかですね、大学の単位を取ってないとダメとかってこうあったんですけれども、ここの簿記論、財務諸表論、受験資格は不要になりました。ですので、2級しか持っていない人でも受けられるということですね。それから、税法については以前ですと、この法律学とか経済学、つまり、法学、それから憲法とか民法とか、それから経済学というのは、通常の 経済学とか経営学とかですね、財政学とか、こういった、ものを大学で、受講してですね、単位を取っていないと税法科目受けられなかったんですが、ちょっとその範囲が広がりまして、社会科学も OK になったわけですね。ですので、政治学とかですね、ビジネス学とかコミュニケーション学、こういった科目を持っている人も税法科目を受けることができ、単位を取ってないといけないんですけれども、ということでちょっと試験の受験資格が緩和されております。はい、そんな状況であります。はい、次は今3番目まで終わりましたので、今度はですね、この税理士試験とはどのような試験か、このところをちょっと見ていきたいと思います。で、これについてはですね、30ページ、パンフレットの30ページをお開きください。魅力的なですね、試験制度ということで、書いてありますけれども、この試験制度のもっと具体的なですね、中身を見ていきましょうというところです。それで、ですね、科目合格制度というのを取ってます。科目合格制度ですね。ですので、一年に5科目取る必要はないということですね。ですので、1年に1科目でも OK ですよと。試験がですね、年2回とかあるわけじゃなくて年1回なんですね。それで、この5科目取って税理士になれるというお話をしましたけれども、5科目をですね、いっぺんに全部取る必要はないんですね。1年に1科目ずつでも OK なわけです。5科目取れれば OK ですね。はい。そして、この科目選択制度っていうのを取ってますので、自分の先ほど申し上げましたどういう税理士を目指すのかというところと関連しているわけですけれども、例えば私は、大企業のお客さんに持ちたい、税理士法人の中に入って、上場企業とかですね、そういったところをお客さんに持ちたいなということであれば、法人税法は必須であります。ですけれども、私はその個人の人の、資産家の人、この人たちの財産の管理、毎年の申告とか、どういうふうに節税をしたらいいのか、あるいは贈与とか相続、個人に関するすべての税金、ここの分野について私はライフワークとして税理士として活躍したいという方であれば、この所得税、相続税、ここら辺をですね、受験するのがよろしいかと思います。で、この今ですね、5科目取って初めて税理士になれるわけですけど、なかなかこの5科目取るというのが難しいんですね。で、ただ価値が高いわけです。ものすごい超難関試験でありますので、今弁護士試験、会計士試験、司法書士と税理士試験が大体同じぐらいというふうに言われてますので、
難しいです。ものすごい難しいです。5科目取るっていうのは非常に難しいです。ですけれども、取るとものすごい価値が高い、付加価値が高いということで、やりがいがあるわけですね。ですけれども、早く合格するのが一番ですよね。早く試験取って、税理士として活躍する。これが今理想的であります。それで、この科目合格制度ですので、1年に1科目ずつ確実に取っていくということであれば、5年で税理士になれるわけですね。しかしながら、仕事が忙しくなったりですね、あるいは、家庭の事情とかで、試験が受けられなくなったというような方もいらっしゃいますし、なかなか、この難しい試験ですからライフプランが立てづらいですね。で、この、どれぐらいの人が今、受験されて合格するのかというところですけれども、この資料の右下3のところになりますけれども、国税庁の令和3年度のデータによりますと、受験者がですね、申し込みした人は3万5000ぐらいいたんですけれども、受験した人は2万7299人いらっしゃいます。そして合格したのがですね、合格された方が5139人います。しかし、5科目到達して、税理士としての資格を取った人585人しかいないんですね。この差額は科目合格の方です。で、5科目取ったという人は585人しかいないんですね。で、所得税はどれぐらい合格されているのかというところですけれども、テキストの後で詳しくは見ますけれども、所得税だけを見ていきますと、170人しか受かっていないんですね。受験者が1350人、この受験者数も非常に少ないわけですけれども、170人しか合格していないということですね。ですので、なかなか手ごわい試験であります。そして次には、この今の、一般試験を受けるのかですね、あるいはもうある程度30まで受からなかったので、もうじゃあ大学院行きましょうという、そういう選択肢もあるわけですね。それで、この一般試験の特徴はですね、課税実務のやっぱ専門家を作るということですので、法令のほかに通達ですね、この通達をいかに覚えるかですね。通達は法律ではないんですけれども、国税庁が作っている、法令に準ずるものといいましょうか、国税庁長官が、全国の税務職員に対する、指示命令と言われてます。法律ではありません。しかしながら、この通達で課税実務が回っておりますので、税理試験の一般試験はですね、通達が非常に重要です。ですので、通達を覚えないといけないんですね。所得税法の試験ですけれども、所得税だけではなくて、租税特別措置法の通達とかですね、こういった所得税に関するものは全て覚えないといけないという試験ですね。で、大学院の方は、通達はそれは法律じゃないよという前提ですので、この判例を重視した論文を書くってことですね。目的が違いますので、覚えるものもちょっと違ってくるということですね。で、先ほど言いましたように、このどのところをターゲットにするか、個人を相手にするのか、法人を相手にするかによってですね、変わってきます。それで、個人を相手にするとすれば、所得税、相続税、消費税、これが理想的でしょうね。それから大企業をターゲットにしたときは、法人税、
それから消費税、それと所得税って書いてあるんですけど、この大企業を相手にしたときは所得税の中で源泉所得税ってあるんですね。こちらの所得税の中には源泉所得税も全部含まれます。譲渡所得も入りますし、源泉、ここの所得税っていうのはですね、特に源泉が必要になってきます。源泉所得税ですね。ですので法人税とこの所得税と消費税、この3つを取るのが一番理想的ですね。ところが、所得税ってものすごい範囲が広くて、難しいわけですね。ですので、ここについてはどの科目を選択するかによって、どういった税理士になりたいのかによってですね、この選択の方法がこう変わって、科目選択ですね、方法が変わってくるということですね。そしてですね、これが30ページのところをちょっとお開きください。ちょっとまあ復習になりますけど、30ページのところにですね、この税理試験の科目合格制度、一遍じゃなくていいですよというのと、それから科目選択制度ですね、11科目あるんですけれども、そのうちの5科目、これを取ればいいわけです。ただし、条件がありまして、必ず合格しなければならない科目、これがですねありまして、これは、簿記論と財務諸表論です。簿記論と財務諸表論、これは必ず取らないといけないんですね。それから選択必須科目があります。少なくとも一つは合格しなければならない科目であります。それが法人税法と所得税法ですね。で、標準学習時間1週間のうちどれぐらい学習するのか、簿記論10時間、財務諸表論10時間、法人税法14時間、所得税法14時間、1日2時間ずつということですよね。で、このボリュームがあります。ただ、大企業を相手にするんであれば、両方取って消費税法というのは、一番理想的でしょうね。ただ、そうは言っても受験プラン、どういうふうにすれば一番早く合格できるのかということで、あります。それから、この科目選択ですね。2つを選択受験できる科目ですけれども、例えば今ここで、簿記論、財務諸表論、所得税法を取ったら3つ取りますね。そしたらあと2つ取ればいいわけですね。相続税法と消費税法、これ取れば税理士5科目合格になるわけですね。ところがですね、それ以外の方法もあるわけですね。相続税法ちょっと時間がかかるね、消費税法もちょっと時間かかるねという方で、時間の短いのは何だろうって言ったら、国税徴収法3時間、それから例えば固定資産税5時間ってある、ね、これでも合格になることはなるんですね。簿記論、財務諸表論と所得税法と、国税徴収法と固定資産税、これでも5科目合格になるわけです。しかしながら仕事ができるのかって言ったらなかなか難しいと思います。ですので先ほど言いましたように、簿記論、財務諸表論、大企業の方は法人税、所得税と消費税、これがよろしいかと思います。で、あとは、個人の富裕層をターゲットにする人は簿記論と財務諸表論と所得税法と相続税法と消費税法、このパターンがよろしいんじゃないかと思います。いずれにしても2つを選択できるということですね。で、ここのですね、酒税法と消費税法はいずれか1つになります。2つ取っても1科目しか認められないということですね。それから住民税と事業税もいずれか1つになりますので、2つ取ったとしても2科目取ったとカウントはされません。こういう点をちょっと注意していただきたいと思います。
消費税法と酒税法はいずれか一つです。住民税と事業税もいずれか一つしか選択できませんということですね。ここはちょっと注意していただきたいと思います。住民税と事業税と法人税と簿記論、財務諸表論合格した、5科目取った、これでは税理士にはなれないということですね。住民税と事業税はいずれか一つでありますから、2つ取っても一つしかカウントできないわけですね。このところは間違いないようにしていただきたいと思います。今レックの方で用意している科目、講座はですね、この星印のところだけです。これは実務を取った時にやっぱり役に立つということで、この6つの科目の講座があります。徴収法3時間で、かつ、理論だけで計算がないんですね。でいいこと いいわけですけれども、ただ実務になるとほとんど使わないですね。国税徴収法というのは、税務署の徴収部門の人が、使う法律メインなんですね。滞納処分とかそういうのがメインですので、とってもあまり使うような局面が出てこないということで、科目5科目取りましたけれども、やっぱり消費税とか相続税、この辺取っていないとなかなか厳しいというのが現実であります。はい、それが、科目選択ですね。科目選択、この時間の目安ですね、この目安がありますけれども、時間が、たっぷりある人、そうじゃない人とありますので、私の方からぜひお勧めしたいのはやっぱりこの所得税法と相続税法と消費税法、簿記論、財務諸、この5つの科目を取って税理士になるとするとですね、結構この職域があります。相続税専門でやる場合もありますし、いろいろと職域が広がってくると思います。ですので今例えば、公認会計士の試験を取ってもですね、税理商人を立ち上げて相続税に特化している方結構いらっしゃいます。それだけ、相続とか資産のですね、関係の仕事っていうのは、ものすごい職域が広いということですね。ですので非常に魅力的ですね。せっかく公認会計士の試験を取ったのに、もうこの税理商人で相続とかですね、こちらに特化している人非常に多いですよね。ということは、やはり監査法人の仕事も大変ですけれども、この相続税、特に基礎控除が変わりましたし、課税対象の人が増えてきておりますので、非常に魅力的な、領域じゃないかと、こういうふうに思います。はい、ということで、できるならば、所得税法とですね、それから相続税法と消費税法、これを取るとよろしいんじゃないかというふうに私は個人的にお勧めしたいと思っております。はい、で今の法人税を取ってもですね、会社を動かしているのはやはり人であります。そうすると、個人の仕事の依頼もあるわけですけれども、所得税法を勉強していないとですね、やっぱ分からないんですね。そうすると、なんだこんなことも知らないの。非常に身近な税金ですから、納税者自身もですね、相当勉強されてますので、なんだうちの先生こんなことを知らないのかってことで、恥をかいたりこうすることもありますので、それから個人の財産に直結してますから、税倍も多いですね。賠償の関係、消費税が一番多いわけですけれども、会社ですと自分の懐がこう、痛まないとおかしいんですけれども、資産の関係の、延滞税とか加算税、これは個人の財産に直結しておりますので、
賠償責任を問われるケースが多いです。それからやっぱり歴史が最も古いんですね、所得税法が最も古いです。その次、まあ法人税、それから、相続税きまして、で元年、平成元年になって、まあ消費税が入ってきたと、こういうことでありますので、まあ、所得税が最も長い。そしてほとんどですね、申告書の作成方法とか、を除いては、所得税法と法人税法とほぼ同じなんですね。ですので、まあ、両方を受けるっていうのが一番いいのかもしれませんね。作成方法は異なるだけで内容はほとんど同じです。はい、そんなところをよく理解していただいて、それで、この受験科目をですね、選択するということで、まあ、お願いしたいと思います。はい、それで、今4番までとりあえず終わりましたので、次は5番目のパーフェクト講座の内容についてちょっとお話ししたいと思います。パーフェクト講座の内容についてはですね、10ページのところをお開きください。はい、このパーフェクト講座がですね、全52回あります。まあ、秋から始まってですね、大体2月ぐらいまでかけて52回が終わって、そしてその後になると、この52回とこの節が終わるごとに実力確認テストっていうのがあるわけですけれども、それが終わると今度はですね、大体5月ぐらいになりますけれども、直前講義というのがあります。これが直前講義、全6回あります。で、ここで例年所得税はですね、所得税といいますか、税法はですね、3月末に改正税法がこう通ります。ですので、直前講座のところでは改正税法もやります。それから直前討論というのがあります。それから全国公開模擬試験。それから、予想討論が2回ありまして、そして、73回の税理士本試験、これが8月ということですね。こういうようなサイクルで、回ってきます。で、パーフェクト講座は原則として、1回が45分がですね、 3問ですね。ですので大体1時間半ぐらいですか、目安ですよね。はい、失礼しました、2時間半ぐらいですね、大体2時間半ぐらいの授業ですね、45分が、3セットでこうやっていき、回ってきますので、大体1回の講義で、2時間半ですね、2時間半を、52回やります。こういう感じですね。はい、そして、ちょっと今日は用意はできていないんですけれども、このパーフェクト講座のテキストですけれども、テキストがですね、1から4まであります。で、4以外は、2分冊になってます。ですので、全部で、今のところ予定ですけれども7冊ですね、7冊が基本的なテキストになります。そしてテキストの1、2ぐらいが、まあ、基礎的なことをやってまして、3で少し応用、4で特殊問題と、こういうような、状況でしょうか。で、これに対応する問題集があります。問題集についてはやっぱり1から4まであって、でテキストとこう、密接な関係ありますので、テキストで学習したことを、問題集で、アウトプットしていくってことですね。それとテキストとやっぱ関連させて個別理論集があります。これが理論対策になりまして、
これをやっぱりテキストで学習したところを同じところを個別理論集でを暗記していくということですね。やっぱり個別理論集の暗記が理論に対策にとって非常に重要でありまして、でズバリに出る場合もあるんですけれども、その組み合わせですね。ですのでやっぱりそこを覚えていないと論文が書けないということですので、テキストをベースにしながら、問題集それと、個別理論集これを潰していくということですね。で、テキストはですね、極力条文に従って、テキストを作っております。そしてあの図を多用して分かりやすくイメージを描いていただく。そして講義の中では、基本的な問題を一緒に解いていくということですね。でそれが今度は、講義が終わったら、ご自身で、そこと同じ分野の同じような問題ですね、問題集とこうリンクしてますので、問題集を必ず解いていくということですね。それと個別理論集を暗記していくということですね。個別理論集とこのやっていることは同じなんですね。条文に忠実にテキストを作られておりますので、ほぼ同じですけれども要約してありますので、個別理論集を、ご自身で暗記していただきたいと思います。で、この2023年令和5年の試験ですので、令和5年の試験は、総合問題とかなんか令和5年で出るんですね。ですのでこのテキストは絶えず最新のもの、令和5年に合わせてこう作っております。ですね、注意すべきは、例えば令和5年に税制改正になって内容が令和5年分から適用というふうな不足があればですね、その分も試験の範囲に入ってきますので、そこは適宜対応したいというふうに考えております。でテキストはこの螺旋状になってますので、1巡2巡3巡ぐらいこうするんですね。そして4は特に特集です。例えば、相続絡みとかですね、それから、医療関係とかですね、平均課税とか特集論点を4の方に、入れております。ただ試験問題はですね、基礎が非常に重要ですので、特に1から2あたりをですね、徹底的に、すぐ手が動いて回答が出せると、こういうような状態に、持っていくことが重要かと思います。はい、そんなふうにテキストを使っていただけたらよろしいかと思います。はい、それではですね、これで、パーフェクト講座の内容をとりあえず概略を説明しました。最後にですね、失礼しました、最後になりますけれども、学習の方法について少しお話したいと思います。そうですね、この先ほど言いましたように、所得税法のこの試験はですね、法律もさることながら、所得税法の試験ですけれども、所得税に関するものすべてになりますので、通則法の中、通則法も入ってきますし、それから租税特別措置法の所得税のところも入ってきますし、災害減免法とかなんかも入ってきますので、非常に範囲が広いわけです。範囲が広いです。それで注意していただきたいのは、この広く浅くやっていただきたいと思うんですね。全くやっていないと手がつけられないということです。ですけれども、広く浅くやっていると、深くは分からないけれど、その特に計算問題ですけど、そんな深いのは出ないわけですね。あんまり深いのを出すとですね、誰も手がつけられないということになりますから。でかつ、その専門家としての能力があるのかどうかを試すテストですので、課税実務、つまり通達をいかに覚えているかということですね。なので、範囲がものすごい広いですけれども、浅く何でも知っている必要があるということですね。
人によって合格しない人、合格できなかった人のちょっと話を聞くとですね、ものすごい専門的なところを深くやりすぎなんですね。まあ、実務やっていれば当然そうなってくると思うんですね。そうすると当たれば合格に非常に近いかもしれませんけれども、外れも大きいわけですね。基礎的なことはできないけれど、専門的なここが出たら取れるよって人もいるんですね。そういう人は合格しないですよね。やっぱりこの税理士試験の所得税、どういったものが出ている、どういうふうな出し方されているかというと、これはやっぱり相手を知るってことが大事だと思うんですけれども、広く浅くですね。だからそのことをちょっと知ってるだけで点が取れますし、知らなかったら全く点が取れないと、こういうことですよね。で、改正とかなんかもですね、やっぱり、細かく見ておく必要がありますし、特に通達ですね、課税実務です。課税実務、これおそらく試験委員が2人いるかと思います。で、国税庁の所得税ですと個人課税課長ですね、それから実務課の先生ですね。今ですと土屋さん、土屋税理士という方が試験員かと思いますけれども、そうすると課税実務ということになると、おそらくこの計算問題を実務課の先生が担当されるケースが多いかと思いますが、そうするとやっぱ通達を知っていないと課税実務は回っていきません。ですので、通達をいかに覚えているかですね。で、それは、所得税もそうですし、それから措置法ですね、これの通達も、押さえておく。それから国税庁が Q&A とかって出すものがあるんですね。それは結構その年の、あるいはその年の、メインとなるようなもの、これをQ&A を出したりしてます。その通達が改正になったときにどういうふうに取り扱う、それ全部見る必要ないんですけど、やっぱポイントは押さえておく必要があると思います。それから大体理論を国税庁の、所得税課長が担当するとすればですね、その年にぜひ税理士の人に、押さえておいていただきたい、重要事項、そこら辺を狙われる可能性が高いんじゃないでしょうか。例えばですね、改正になったよとかですね、最高裁の判例で判決が出てですね、これまでの実務とこう変わってきたよとかですね、直近では競馬ですね、競馬の当たり馬券の所得分は一時所得だったわけですが、最高裁の大阪事件で、営利を目的とする継続的行為から生ずる所得だと雑所得になるよって判決が出たんですね。これを全く知らないと理論を書けなかった、こういう年もありますので。それからその税制改正、どういうようなことで改正されるかというと、結構会計検査院の指摘事項で改正になることが多いわけですので、そういったその国税庁が注目しているようなところはですね、国税庁のホームページを見て押さえておく必要があります。概略が分かればいいわけです。それを全く知らないとですね、お手上げです。ただ理論を書くときはですね、キーワードが非常に重要になりますので、言葉を丁寧に、丁寧に書けるということが重要になってきます。こういうことでですね、どういうところがターゲットにされているのかということをやっぱり、見ながらですね、意識しながらやっていく必要があります。ですので、さっき言いましたように、この広く浅く所得税法に触れておく必要があるということですね。ですので、テキスト全般を見渡していただいて、何でもできるよというところですね。特に1、2、場合によっては3ぐらいですね。で、4のところは年によって出るか出ないかわからないんですけど、抑えておいた方がいいというところが上がっております。そして、授業でこうイメージを描いていただいて、計算問題、個別理論集を潰していくということですね。それから計算問題については落書きノートですね、これをぜひお勧めしたいと思います。それから個別理論集もですね、暗記用ノートを個別理論集からですね、リストアップといいますか、ご自分のノートを作ったら
一番よろしいかと思います。でそのキーワードを、まあ、自分でこう覚えてですね、そしてそれを使って、理論を解いていくということでありますので、ただまあ、きれいに個別論集があるよだけじゃなくて、まあ、それを、ノートに、自分で作るか、あるいは個別論集に書き込んでいくか、そういうような、まあ、工夫が必要だと思います。はい、それからあとはですね、タイマーストップウォッチですね、これを使っていただくと非常に効果的であります。やっぱり時間との勝負ですので、日々の学習もですね、タイマーを使って学習するようにするとよろしいかと思います。まあ、アウトプットインプットアウトプット、こういうようなやり方で学習を進めると。で必ずテキストに戻るということが重要であります。はい、まあ、いろいろと申し上げましたけれども、今日はガイダンスということで、まあ、計画的にですね、いかに効果的効率的に学習を進めるかということで、まあ、1年で合格するということで、まあ、100点取れなくても必ず合格するということですね。ですので計算問題では35点は取れるよと、何が出ても35点取れるよと、理論が出たら、まあ、そうですね、25点は取れるということであれば、合格基準に到達すると思いますので、そういうような学習を、これからですね1年かけて、まあ、一緒にやっていきたいと思います。はい、ではどうぞよろしくお願いいたします。はい、以上をもちまして本日のガイダンスを終了いたします。お疲れ様でした。